はい、おはようございます。フードデリバリーの配達員のおっちゃんです。稼働報告いきます。令和6年の10月13日、今朝10時前ですね。昨日ですね、ウーバーイーツ14件、売上が1万1784円、これはクエストのクリア報酬3750円かなんか入ってます。で、今朝、10月13日1件ですね、1585円ですけども、今、ちょっと、もう一回ね、見てみたら、これにクエスト報酬計算しの載っててね、20件のクエスト報酬が載ってたんで、プラス、なんぼよ、なんか、750円かなんか、今見たら、計算で載ってましたね。なんか朝、スマホ2台でね、デバイス2台で、1台レザリングして、2台でウーバー、回してたんですよ。そしたらなんかちょっとおかしくなってしまってね。顔認証とか写真求められたりとかして、ごちゃごちゃなってしもてね。ちょっとその辺の取り扱いがわからんくて、もし何かあった時のために、予備のデバイスを1個持ってて、それをなんかデザリングして使えるようにしとこうかなと思って、一回ちょっと練習してみたんですけど、なんか変な感じでしたね。片っぽの方で、注文を受けても、もう片っぽの方のデバイスやと注文を受けた状態になってなくて、で、しばらく走り出してして、見たら、もう片っぽの方も注文を受けた状態になっててっていうので、二つのデバイスで一つのアカウントで、奪おうすると、ちょっと大変みたい。なんか配達完了も一つのデバイスで完了して、それでこの売り上げ上がったんやけど、ちょっとしばらくしてからもう一つのデバイスでも、完了してないやんと思って完了したら、そっからクエストのクリア報酬乗ってきたんで、なんか、ちょっとやばいかもしれん。まあでも顔認証の写真送ったから、まあ大丈夫やと思うけどね。まあそれはそうとして。今月ですね、そのクエスト報酬、クリア報酬入ってない分で、1500円かな？なんか、750円かな？入ってない分で、10万。厚に10万円乗りました。ありがとうございます。10万7198円です。10万7198円ですね。で、進捗率なんですけども、50万円、今月の売上目標。私が勝手に設定した目標に対して、21.4396%ですね。やっと2割。なんとか2割いきましたね。せやね。厳しいですね。まあそれが、今日の稼働報告ですね。もうね、今月も13日になりましてですね、もう中盤戦に差し掛かってきました。ここでね、バーッと売り上げ上げていかんと、もう生活ままなりませんのでね。私は生活ペイペイとかで結構支払いするんですけど、クレジットカードとね、連携しとって、その支払いがどっとね、27日に来るんでね、ちょっとこれ面白いものを見せたいと思います。これうちの娘さんが描いた絵です。ハロウィンの絵だそうです。まあちょっとね、描きかけなんですけど、家族が写ってます。で、この前の3人が姉妹ですね。長女と、どっちが長女か忘れたけど、長女と次女と赤ちゃんの三女ですね。なんか猫ちゃんのコスプレしてるらしいですわ。で、これは何かな？僕ちょっと聞いてなかったけど、もしかしたら魔女宅の魔女のキキちゃんかもしれないですね。で、これは赤ちゃんは多分雪だるまかな？パンダかなんかのコスプレしてると思うんですけど、で、これ、お母さんらしいですわ。お母さんこれ何？って聞いたら、かまぼこかなんかな、なんか知らんけど、食べ物の名前言うてあって。チーズやったか、バターやったか、かまぼこやったかわからんけど。ええーと思って、お父さんどこなん？お父さんこれなんて言って、違う、これはおじいちゃんやって言って。これなんなん？顔なしって言うんですよ。めっちゃ顔なし感出てるでしょ。あ、じゃあこれはおばあちゃんやねって言って。で、おばあちゃんなんか聞くの忘れてたんですけど、お父さんどこなんて言ったら、お父さん、これらしいです、これ。これお父さんらしいです。お父さんこれ何なんて、何のハロウィンしてんのって言ったら、ごぼう。
ごぼうって言われました。お父さんごぼうやって。でお母さん多分かまぼこかなんからしいですもうすぐ5歳になるかわいいうちの長女ちゃんでしたパパとママの一応、うん、で娘のねなんかこの絵のねこの様子のすごい面白いところはねやっぱりちゃんとこうまだ絵に首が出てないですよねこの年中さんぐらいでね体も大きい顔があって表情があって胴体があってニョロニョロっと足とか手が出てくるっていうねそんな感じでね表情もねこの子ね描き分けができるんですよ笑ってる顔泣いてる顔とかねみんな笑ってるでしょで男の子の目と女の子の目もね描き分けるときは描き分けるね女の子の目元描くときはまつげを描いてくれるんですねこれ名作やと思うねんけどパパがごぼうでお母さんかまぼこらしいですハロウィンのコスプレねでもおじいちゃんはちゃんと顔なしさんしてるっていうおばあちゃんこれなんか聞くの忘れたけどねうんそう、うん、でも要はハロウィンのことね分かってますよね幼稚園でもねなんかその英語っぽい外国のネイティブの先生おってね英語圏の文化の教育とかもしてくださってるんでね、うん、今月の年中さんの英語のねなんかテーマはねクリーンとダーティーらしいですその2つの単語をね幼稚園の授業で教えてくれてるらしいですね、うんまあ、うち子ども園じゃなくてね幼稚園なんですよ、うん、家から一番近いからね、うん、まあというとなんかまあいろいろ見バレしてきそうですけどねまあまあ僕なんか関わってもらっても何も面白いことないんでね、そっとしといてもらえたらいいと思います。まあ映像作品としてね、私はもうこの映像作品の中の役者を演じてるっていう感じで、動画を投稿してますんでね、YouTuber としてね、プライベートでもね、ファンサービスとかそういうの僕はメンタル今おかしいし、こう人とこうまともにコミュニケーション取れないんですよ。だから配達員っていう対人関係のストレスの少ないことをして生き延びてるっていうことなんです。あ、誰か来たのかな。ちょっと待ってね。ありがとうございます。ここはちょっと住所とか書いてるんであれなんですけど、ティームーからね、テムっていうかな、テムからお届け物です。ピンポーンってなって、佐川さんが、イケメンの佐川男子おじさんが、届けてくれました。注文したものを見ていきたいと思います。じゃじゃーん。いきなり話変わりますけど、ちょっとこのリンリン押そうかな。リンリンちょっとうるさいなと思って、耳痛いなと思って。ちょっとサイレンサーでタオルかけました。これがハンモックストラップです。ハンモックストラップ。キャンプ用品でハンモック買ったんですよ。うん、前ね。で、うまいことどっかに吊るすのに、ストラップあったらいいなと思ってね。はい、じゃあ次これ。じゃじゃーん。レインブーツです。僕ね、雨稼働するときね、マリンシューズみたいなのを、これもまたティームーで買ってね、水濡れてもいいというか、もうむしろ水の中履いていく靴を裸足で履いて稼働してたんですけど、さすがにこれから寒なってきたときに、そんなことしとったら足霜焼けなるなぁ思ってね、足凍るやんと思って。せやから、そこが赤いやつ。うん。中国から送られてきてたんやったとしたら、これ多分、中国からの空気が入ってますね。ニハオ。はい。そうですね。はい。じゃあね。はい。で、これが、予備のグローブね。今使ってるグローブもあるんですけどね。雨稼働やなんやでね、こう、びしょびしょなると、このフィルムみたいなのこれ取れるんかな、これ。ビリッと破ったらいいんやろか。ちょっとこの辺の仕様がわからへんけど。一応マジックテープがあって、
そうですね、うん、やっぱりこの辺の仕立てを見るとこうちょっと糸が出てないかな、うん、ちょっとな気になるところがなんかハサミでチョキンって切ったみたいで、ここの指の縁の布のとこ、微妙っすね。これ多分バサバサなってきますね。うん、このなんかフィルムみたいなの どうしたらいいんやろうね。これはちょっとこれをこのオブラートみたいなやつはちょっと処理はどうしていいか分かんないです。はい。でこれがあのヒゲ剃りのシェーバーですね。そしてシェーバーその2か。うん。ヒゲ剃り。うん。電気シェーバーは使ってるんですけど、その外刃がもうちょっとあかんようになってきて、なんかこの普通のシェーバーでね、あの5枚刃か6枚刃かなんかめっちゃ歯入ってるやつなんですよ、これ。これでしようかなと思って。まあ、毎日これやり続けると皮膚が負けてくるんですけどね。まあ、それはしょうがない。で、これ、次。これ、ポンチョ。雨の迷彩ポンチョですね。イージスのカッパもあるんやけど、カッパって上からズボン履いて、上着てってするとね、ちょっとこう、手間やしね、ちょっとした小雨ぐらいやったら、これでしのげるかなと思って。迷彩ポンチョです。それから、これが、ハンドルにつける、風よけのね、やつですね。多分これあれにつけるやったらその、ミラーポールに取り付けるタイプだと思いますわ。うん。そう。で、リアボックスも安いやつ頼んだんで、それ来た時に一緒にバイク屋さん持ってって、これもつけてってお願いしようかなと思ってるんですけど、で、これがリアボックスにつける、背もたれのパッドですね。タンデム乗りした時に、後ろに乗ってる人が背中ちょっとこう、リアボックスに持たれて、痛くないように。これ 3M って普通に文房具の両面テープつけてますね。そしてこれが、ハンモックその2。これも、ハンモックですね。うん。これもハンモックです。この吊るすやつ、ついてますね。なんか、こういう紐がハンモック用についてるんやけど、それやなくて、あ、どこ行った？こういうちょっと、取り扱いやすそうなハンモックストラップで、固定しようかなと思ってね。うん。これでも、2本入りやったと思うけど、このハンモックストラップ自体を、あ、こういう輪っかがありますね。2本あるわ。うん。このハンモックストラップ自体どうするんやろうね。この輪っかが2つついてますけど、これ多分、どうするんやろ。こういうことかな。こうして、これをここにつないで、これでいいんかな。これで、こっちをどうにかしたら、半目になるんやろうね。うん。これは面白そうですね。ちょっとこう、まだ公園とか、なんか、大丈夫そうなところでやってみたいと思います。ありがとうございます。お金ないのにね、こんなん買っちゃうから、クレジットカードの支払いがね、ひいひい言うことになるんすよ。でも、こんなんでもね、必要経費やと思うけどな、もう、靴をどないかせんと、もう冬場はね、多分足霜焼けして、足腐っちゃうと思うんで、まあ、これは、命がけになるんでね、必要やと思いました。はい。
こんなんもなんか普通にコンビニで買うより安いからね、通販で買った方がね。うん。はい。以上。通販でお買い物したやつの開封の儀でした。うん。じゃあね。よし。はい。この娘ちゃんのね、かわいいハロウィンの絵ですけどね。もったいないけど。消しちゃおうかなと思ったけど、ホワイトボードマーカーがどっか行きましたね。うん。なんか僕はこの、ホワイトボードって書きながらなんか喋ろうかなと思ったんやけど、まあ今日はこれぐらいにしとこうかな。うん。だからこう、そう、娘ちゃんのね、絵の話に戻ると、この娘ちゃんはこう、自分の姿をね、こう、ちょっとこう、この辺にいて、そう、家族がこういう風におって、ハロウィンの仮装をしててっていう、そういう、こう、自分の頭の中で脚本書いて、その様子を、こう、また、その、自分がいるとことは別のとこから見ている、それを絵にするっていうね、そういう、こう、知的な発達を、ちゃんとしっかりしてくれとって、嬉しいなと思います。僕は、まあ、知的障害とか発達障害の方の、作業所のね、支援員とか作業指導員をしてたことがあるんで、まあ、皆さん大人でね、尊厳のある成人の方たちなんですけども、まあ、絵を描いていただいたりするとね、その方の状態をね、その発達年齢みたいなところで評価するものがあるんやけど、まあ、この方がその何歳ぐらいの発達段階の方なんかなっていうのを見るとね、やっぱりその年齢、発達年齢なりのやっぱ絵を描かれるわけですよね。だからこう今自分子供を持ってみてね、自分の子供の絵がですね、だんだんとこう、なんか最初はなんかジャガイモみたいなのに目と口だけ描いてあったんが、それがそっからニョキニョキっとこう手と足がついて、胴体がついてみたいな、こう、そういう子供の発達とともに、その人物を描く時の絵のね、様子の発達っていうのも見れててね、嬉しいなと思いますね。で、まぁ、ちょっと今、これは長女なんですけど、次女がね、こう、ちょっとイヤイヤ期なんでね、なんかちょっとわからんことあるとギャーってなるんやけど、それもっとね、やっぱり大人がこう、話し相手になったらなあかんなと思ってて、うん。それはなんでかっていうと、その、親子の会話をいっぱいすることで、言葉で考える力とか、言葉で表現する力が身についてくると、その、なんか、こう、折り合いがつくというかね、その、現実と、その自分の思いとか感じてることとか、やりたいことが、その、自分の欲求が通らへんときに、じゃあそれを、まあ、どうしたらいいのかとか、どうするべきなのかっていうのを、その言葉を介して理解できるようになるし、言葉を介して、その要求を伝えたりとか、相手の要求を理解することができるようになってくるんで、もっとその、次女ちゃんとはね、こう、いろいろその、親子の会話をいっぱいせなあかんのですけど、まあ、悲しい。別居してるからな。あんまり喋る時間ないんすよね。うん。だからほんまに何やろ、その、一緒に暮らしてたらね、お父さんただいま、お帰り、今日どうやったんみたいなね、そういう話とかね、お友達と仲良くやってるかとか、今日給食何食べたんとか、そんな話でもね、会話してたら、子供のその、知的な発達っていうかな、その言葉を通して、物事考えたり捉えたりする力が育っていくから、それに伴いで、こう、その最初の反抗期みたいなね、イヤイヤ期みたいなのを、こうだんだん乗り越えていけるというかね、そんなギャーってならんくても、その、自分で考えて、あ、別にギャーギャーせんでええわって思えるようになると思うんで、もっとしっかりね、親子の会話をしていきたいなと、思っています。うん。まあ、ちょっと真面目なこと言うてるんですけど、まあ、僕が、気になる YouTuber さんの話をまたしたいと思うんですけど、まあ、僕がちょっと気になる YouTuber さんは、ビワコマンさん。ビワコくんかな?ビワコくん。
琵琶湖のかぶりもんしてはるYouTuber さんいてはるんですけど、結構昔から活動してはるんかな。うん、すごいね、なんかゲスくて面白いっていう、そういう方かな。結構昔は体も張ってはったみたいで、こう琵琶湖の形したごっついかぶり物して、なんかこの琵琶湖のなんかこう上を走るみたいな、そういうのにチャレンジしたりとか、うん、だからこうかぶり物してるから琵琶湖に落ちたらめちゃめちゃ危ういよみたいなところにチャレンジしていったりとか、そういうことがあったりとか、なんか普段なんかようわからん食レポみたいなしてはって、なんか水で薄めたら何でも OK みたいな、そういうことしてて、思い出してもめちゃめちゃ笑っちゃうんですけど、ちょっともうこの僕のこのメンタル不調で気持ちが塞ぎ込んでる中、腹筋を崩壊する寸前まで笑わしてくれてるのは、そういう動画投げてくれてるのは僕にとって琵琶湖さんですね。琵琶湖くんか琵琶湖ちゃんか琵琶湖様かなんかわからないですけど、そう。そうなんです。でもちょっとなんていうんですか、その性風俗に行く動画とかもあるんで、これあの方はもう多分アダルトチャンネルなんですよ。アダルトコンテンツの、コメディ路線なんですよね。うん。そうやと思います。だから子供には見せられない。うん、そうそう。だから僕自身もショートは知らんけど、長い動画出すときは18歳以上が見れる設定でもう全部出してるんで、自分の子供たちがこう大人になった時に見つけてくれて、お父さん変な人やったけどほんまに変な人やったんやなと、まあそれでも私たち大きくするために頑張ってくれてたんかな、はてなっていう、なんかそういう感じで見てくれたら面白いなと思ってやってます。はい、まあそうですね、このハンドルカバーをですね、つけて、でこのグローブね、指抜きのグローブはめてね、このグローブ雨かかったらね、なんかじとーっとしてね、べちょべちょになるんですけどね、多分これあったら少々の雨やったら大丈夫かなと思ってね、うん、ハンドルヒーターとかね、いろいろ文明の利器があるんですけど、僕ちょっとあったかくなると眠たくなるっていう、そういうのがあるから、あんまりあったかくするとね、それはそれで危険やと思うんですよね。だから緊張感を維持できるような、体温を保持せなあかんから、うん。そう。そうなんですよ。寒い時に体ぬくもったら眠たくなるでしょう。それもちょっと怖いなと思ってね。うん。まあまあ、眠たくなるまでね、長いこと稼働させてくれたらいいんですけどね。うん。まあ、以上で、ございます。まあ、以上ですって言って、全然終わらへんから、これニコ生とかやって、早終われみたいな、そんなんが、コメントこっちから、ばー流れるかもしれないですね。自分で打ち込んで流してるかもしれないですけどね。悲しい、コメントがない。悲しい。まあ、それはそうだね。もう一度、今日今時点の売り上げを振り返ってみたいと思います。令和6年の10月13日、もう10時半ぐらいかな、10時16分ですね。UberEats が、昨日10月12日14件 11,784円ですね。クエスト報酬の3750円かなんか入ってます。で今朝が1件で1585円ですね。ちょっと時間差でここに1500円かな、750円やな、2000円台やったから、750円の、クエスト報酬ね、1段目が50で、2段目が10とかの、その10件やった報酬が入ってます。だから、あと20件やったら、カンクリになるんかな。うん。そう、20件で1500円、それは取りたいな。あと1日ないけどね、月曜日の朝4時までに、ね。専業の意地を見せたいけど、でも今日は昼ご飯と夜ご飯子供と食べるんですよね。せやからまあ夜8時ぐらいからやって、朝、
朝4時までに20件多分無理っすね。もう体力的にも寝やんと危ないと思うんで、だからまあ今週は 2段目までですね。で来週はなんか70件で5000円とかそういうクエストが来たんで、うん、だからまあそのクエストクリアできひんと、そのだんだんクエストの件数が下がってきて、クエストの報酬が落ちてくるんでね、まあどうせ1週間に70件とか100件とかやるんやったら、クリアした時にたくさんもらえるやつもらっといた方がね、いいと思うんでね。うん。だからそこを落とさんためにも、できたら完クリしたいですけどね。あと20件、厳しいな。うん。1時間4件やったとしても5時間かかるんやけど、今もならへん時間帯が多いから、単純に5時間稼働することができひんちゃうかな。今日はもうまして、ピークタイム昼夜、できひんからね。うん。まあ、そういうわけでね、ちょっと12時ぐらいまでに1件か2件できたらいいかな。で、今月は10万円いきました。107,198円ですね。で、Uber142 の出前館5つだけ入ってます。出前館ほとんどならないでも、あんまりオンしてないですけど、で昨日、出前館のアプリで、ならないですけど、どういうことですかみたいなコメントをしたら、その日の夜にボコボコなったっすけど、でも、いや、もう Uber 運んでんねんって、遅いねんって言って。うん。だからもう取れんかったっすけどね。でも配達依頼も見ても、まあ、10秒ぐらいでピコンって消えちゃうような感じでね、他の人で決まっちゃいましたみたいな感じやから、Uber の画面開け取って、バイク止めて、出前館のアプリ開いて、配達依頼見て、受けるかどうかって決めて、受けるってする時間がない。うん。その前に他の人が取ってしまうみたい。うん。優先オファーみたいなやったらね、ゆっくり考える時間があるんかもしれんけど、それでもタイミングが合わないですね。これまでお地蔵さんしてる時に、出前館の単価の高いやつを取って出発するっていうのをしてたんですけど、出前館待ってても永遠出られないから、だからもうだんだん出前館のことを忘れてたんですけど、あせやせやいっぺん運営に苦情言うてみよう思って。苦情言うたらもうその日の夕方、バンバンなってたんですけどね。でも取られへん。やっぱり弱い。うん。ウーバーに負けてる。単価は買ってるけど、件数で負けてるし、配達依頼を振るタイミングが、こっち側と噛み合わへん。うん。はい。ということです。で、進捗率ですね。今月の目標50万円に対して、21.4396%。ようやく2割いきましたけども、もう、稼働できる日自体はもう3割以上消費してるんで、まあ、だいぶ遅れてますね。うん。だからもう、この売り上げがやっぱりちゃんと50万円上がらへんかったら、僕はクレジットカードの引き落としができなくなっちゃうんで、リボ払いにするか、別居中の奥さんに、まあもう頭は下げてるんですけどね、ちょっと今月売り上げ厳しいんで、貯金切り崩させてくださいっていうお願いをしてるんやけど、その金額がね、どんどん大きくなるよっていうことか、まあリボ払いにするかっていうのでね、でも介護職で働いてる時も生活カツカツでね、子供手当が入ったりとか、ボーナス入った時に、クレジットカードの支払いが溜まってた分を、まあ、綺麗にして、ちょっと貯金が残って、で、それを株に入れたりとかなんかっていうのができとったけども、まあ、でももう、今はボーナスもないから、無理ですわね。まだ仕事が止まって、止まったのが8月の半ばやから、でも有給消化したから、まあ、9月の半ばからなんで、ちょうど1ヶ月ぐらいですね。正式に休んでね。1ヶ月丸と、本職の収入というか所得がないっていう状態でもう、Uber だけでやっていかなあかんのに、うん。先月はなんやかんや言うて、Uber と出前館で22万円か、上がったんですよ。で、今月もこのペースで10万円やったら先月と同じぐらいしか上がらへんから、それと、ブッブーです。うん、ブッブー。うん。もう早復職せなあかんわってなっちゃうんで、無理して復職してもね、やっぱりこうメンタルの不調残ったら繰り返すから、それはあかんことやなと思うんでね。うん。まあ、しのげるとこまでしのぎたいと思います。うん。
で、傷病手当もらわへんのっていう人もいると思うんやけど、なんか傷病手当とかもらっちゃうと、銀行のなんか住宅ローンとかも通りにくくなるらしくて、まあ、要はその働き続けるっていうことを前提にしてもらえるローンやから、せやからもう傷病手当を極力取らないで、しのいでいけたらなと思っています。まあ、こんなちょっと中途半端なね、喋りと、全然編集してない動画ですけども、一生懸命喋ってますんで、もしよかったらチャンネル登録お願いします。まあ、コメント等でね、応援してくれても嬉しいですし、まあ、ちょっと投稿頻度も多いし、なんか編集も雑いから、聞いてて途中でリーンってうるさい音になって耳痛いしとかっていうことやったらもう、ストレスとか負担になる前にチャンネル登録外していただいて全然いいと思います。僕自身もまだその YouTuber としては中途半端な覚悟で、プライベートで視聴者さんと会った時にファンサービスできるかとか、そんな全然自信ないから、まあ、プライベートそっとしといてくださいみたいなね、感じのぬるいこと言ってるぐらいなんでね、それで結構でございます。どうか僕みたいなのがね、もう昔何しよったかわからへんみたいなね、僕の顔見るのも嫌やわみたいな、そういう人がいる中でね、こういった媒体に顔出しててね、本当にごめんなさいね。まあ僕も今生活いっぱいいっぱいでね、YouTube ぐらいしかできることないですよ。バイクの運転とか、こういうスマホの前で喋るとかね、それぐらいしかできることないんでね、どうかお許しください。はい、じゃあそうですね、今週、あと20件、中華今日ですね、もう残り12時間しかないですけどね、でもそのうち半分ぐらいは子供と過ごさなあかんのでね、過ごさなあかん、過ごしたいんですよ、僕は。やっぱ家族のために働いてると思ってるから、好き勝手なことしてるって言って批判されることもあるけど、僕の好きなことってやっぱ家族と一緒にいることなんですよ。それが好きなことをしてるっていうけど、僕は好きなこととして家族と一緒にいるわけで、まあ、痛くても別居してるからいつもおられへんけどね、悲しい。まあ、ウーバーはね、やっぱこんな最低賃金みたいな単価じゃなくて、ちゃんと、なんていうか、昔みたいに一見、なんや知らんけど、時給2000円ぐらいくれとんやったら、時給換算したら1000円ぐらいのことやから、もう倍でね、売り上げも倍で、言ったらこの月の真ん中ぐらいで20万円ぐらい上がっとったらね、このまま頑張ったら40万円いくわね、みたいな、そんな状態やったら全然、こんな目の下にクマ作ってね、悩まないっすわ。まあでも、合わないね。それもまた人生ですね。まあそれじゃあね、いつもありがとうございます。じゃあおっちゃんの今月の Uber Eats のですね、まあ出前館とウォルトとメニューも契約してるけど、まあ今 Uber ほとんどばっかりなんで、50万円あげれるかどうかっていうチャレンジですけど、まあ今は達成できるかどうかってもう絶望的に難しいかな。そう、難しいです。はい。もうごめんなさい。だからもう、あとはおっちゃんの家計がですね、支払いに向けてですね、どれだけ赤を削れるかっていう、そういうチャレンジになってきてますね。はい。奥さんから私への、別居中の妻から私への信頼をどれだけ失うかっていう、その配線処理。そう。配線処理ですわ。言ったら負け投手の後の配線処理をしてるような、そんな感覚でおります。はい。はい。だからまあ、できたらね、ウーバーイーツなんかでガンガンガッチリ稼いで、配達の途中ね、ウーバーオフして、美味しいもん食べてさ、美味しいもん食べてるところの食レポみたいなのあげてさ、どやーっていう感じでさ、ちょっと顔もツヤツヤして、ぷっくり太ってきてさ、太ってきたから運動したいですみたいな感じでさ、チョコザップとか行ってさ、チョコザップのさ、レビューとかしたいっすけど、いや、無理、そんな生活できません。はい。もうなんか、炊飯器の保温スイッチ押すのももったいないから、ガス火で、ね、米炊いて、それで卵かけご飯して食べるのが精一杯の、そんな、悲しい中年のね、おっちゃんです。残り 1% です。もう死にかけです。はい。まあ、でも娘のためにね、しぶとく頑張っていきたいと思います。もちろん奥さんのためにもね。はい、どうもありがとうございます。失礼しました。じゃあ、配達員の皆さんもね、
ちょっとサンデードライバーとかね、この時期いっぱい出てくるんでね、事故に巻き込まれないようにね、ベテランのドライバーさんばっかりなんでね、自分から事故ることないと思いますけどね、なんかわけのわからんのにね、事故に巻き込まれないようにね、危険予測して頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。